おはようございます。ジュラバック北海道校、株式会社ドリームベース吉田です。今日はですね、ちょっと朝日が眩しいんですけど、こちら新琴似フライトベースで非破壊初級コースを行っております。まあ後で講習の様子も見てみましょう。それではいかがでしたでしょうか。なんだかすごく難しそうなことをやってました。まあ、検査とかね、場合によっては、構造物に近づかなければいけないといったこともあると思います。まあ、そのためによりね、高度な技術を、このコースでは学んでいただいております。他にも、測量だったりとか、農薬散布とかですね、空中散布コースといったものも、ご用意しておりますので、何か気になるコースがあればぜひお問い合わせいただきたいと思います。ではまた。